重心を押さえました。すごくこう全部のラインっていうんですか、このいろんな動きをする、そうですね、ペースの中で、まあ、佐賀君切ったところも、もうちょっと踏むかなと思ったんですけど、思ったより踏まなかったので、まあ、その後も吉田智也さんが吉田君、あの位置で切りに来るとは思わなかったですね、多分根田が来るやろうと思ったんで、まあまあその踏んであったところと思ったんですけど、もうあそこで、切りに来るのはなんですかね、まあ、すごいというか、まあまあしっかり動けてるんですね、吉田君は今回。まあ、そこからというか、まあ、その初日や2日のちょっとまあ結果と走りとそのマッチするしないの部分があったかと思いますけど、今日は、まあ、そうですね、伊勢崎さん越えれなかったんであれですけど、まあ、根田の先行に仕掛けることを言ってるんで、悪くないかなと思います。決勝がちょっと一人になりそうな、まあ、はい、一人でも自力で頑張ります。確かに変わらないものはあるでしょうし、はい、そうですね、一応鳥取さんが前で原家で、和成さん、内藤さんで、地元が、まあ、先頭でこうまとまるかどうかちょっと聞いてみます、はい、いい決勝で、はい。